ちは。というわけで、今日もナイモチェルの時間が始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は自分たち8月のですね、あの13日に開かれますあのツイドルナイトというイベントをやらせていただくんですけれども、こちらの出演者として今日ナモスターズさんにご協力いただいて出演させていただくことになります。よろしくお願いします。元気。まあ軽くね、自己紹介からちょっと不慣れですけど、はい、やらせていただきます。ツイドルナイトに参加させていただきます翔太春菜と申します。よろしくお願いします。自分も、オブと申します。よろしくお願いします。イエーイ。みんなの相手の早犬です。ボン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 。ちょっと聞いたかな。うるさいよ、最初から。元気だね、まだ始まったもん。いっぱいコメントとかいただいて、トークを盛り上げていきたいと思うので、全然自分らこういうのあの初めてなんで、ちょっと慣れてないんですけど、頑張りますので、ぜひコメントもお待ちしてます。お願いします。よろしくお願いします。早速ですね、あの葵さん、響さんから早犬グイっていうグイ、グイ来たよ。来てるんだけど、グイ来たけど、あの何飲むの早犬から、あの、あ、そうです、こちら、こちらですね。こちらをちょっとグイさせてもらいます。そんな優しいの。あ、じゃあ、ね、こちらで、じゃあちょっと、あの、何作る、なんであんの、まず俺、早犬だから持参してきたな、今日は。嫌だよ、そんなお酒の持ってきちゃった。さっき違うで、え、何飲むの、完全に別なんで。出したって大丈夫かな、これちょっとまだ早いかな、ちょっとこれは。え、でもほら、酒吉でしょ、うん、飲みなよ、飲みなよ、せっかくの一人でいっぱい飲んで。あ、出ちゃった、たくさん。あ、日記見なさい。あんまり見えてないよ。中身は、中身は麦茶。麦茶でーす。あの、早犬食いって言うと、ほら、ひよってんのって。早犬が麦茶を飲みます。あ、ひよってん持ってきてるよ。怖い。え、一杯分だから、ね、いっぱい分だよね。そんなに大きい。最近あるちょだから手が震えちゃう。震えすぎだから。こぼれるって。こぼれちゃう。実はね、実は一番緊張してるのは早犬。二人も本当に。え、本当に？初めてすぎです。本当に緊張しない。早く飲んで尺もったいないから。いただきます。だんだん、スカダン、スカダン、ドン。だんだん、スカダン、スカダン、ドン。おいしいございました。あら、素晴らしい。はい、じゃあこれは別宅なんで、まあ、今回の配信名が、あの、今時ゲイの赤裸々恋愛事情ということで。恋愛事情です。まあ、実はなんですけど、まあ、ここで一応お付き合いをしておりまして、早犬は完全にあの関係のない、あれすぎるよ、ただの共演者っていう。悲しすぎるよ、ね、仲良くなろうね。よろしくね。何を話せばいい。そう、早犬何か聞きたいことあれば。何？どういうきっかけで付き合って、いきなりそこから行く？普通にいきなりはする、なんか。きっかけ。きっかけ、ね、一番最初に会ったのは、もうコロナより全然前の2年ぐらい前に、2年前、うん、まあ、自分たちよく2丁目とか、新宿2丁目で飲むので、なんだろう、友達の友達とで、なんか、そう。そう、で会ったのが、なるほど、なるほど。そこから Twitter とかに繋がって、最初 Twitter 繋がって。で、なんかいい感じになって、うん、まあ、いい感じになって、まあ、いい感じ、いい感じ、何それ、何回か段階を踏んで付き合うことにしましたっていう、そこそこやることやって、やることやってゴールしたっていうね。じゃんけんとか、なんか噂で聞いたんですけど、なんかワンナイト、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 ツーナイト、スリーナイト、フォーナイト、立てない、重み、お酒飲んじゃおう。そうね、飲もうか、滑ったら飲むみたいな、やめて。確かに恥ずかしい、ごめんなさい、なんかコメント来なんていうの、いっぱい来てるよ、ほら。早犬店出ろよ、ひよってんの。おぶちゃん食いだって。やだよ。まあ、まだね、まだね、まだ早いね、まだね、まだね、これ早犬しか適用されないから、ちょっとこれ確かに自分で言ったからね、ツイートしたもんね。で、どうしよう、何、あ、何だろう。じゃあ、早速なんでツイートルナイトの、そう、詳細いきましょう、詳細をご案内させていただくんですけれども、まあ、日付の方が8月の13日の金曜日、金曜日だよ。でちょっとお昼の時間帯になるんですけど、あの15時、午後3時から8時の5時間でやらせていただいてまして、で料金の方があの入場料プラスワンドリンクいただいてて、うん、
で、あの一応基本料金はちょっと3500円でやらせていただいてまして、はい、3500円です。で、あのナインモンスターにさんにご協力いただいて、あのナインモンスターさんご利用者ということで提示していただくと500円引きで3000円プラスワンドリンクっていう風な、はい、値段設定になってるのと、あと一応18歳19歳、まあ、入場可になってまして、まあ、その時あのバンド色の違うバンドということで、あのお酒は提供しないことにはなってるんですけど、未成年の方だと1500円で、20歳から25歳の方は2500円でそれぞれやらせていただく形になってまして、でその他あの知り合い割引ですとか、うん、その出演者の方からの紹介とかだともう少し値段の方が変わってきますので、こちら各自知り合いいたら問い合わせいただければ、ぜひ一緒に来てください。あ、まあ、いっぱい来てね。仕事終わって最後の 1,2 時間とかでもいっぱいだけでば、君たちに会いに行ってくれればと。私たちに会いに来てくれれば会いたいでしょ。恥ずかしいな。あ、そうだ、それと出演者なんですけど、あの自分たちはただの一応スタッフとしてやるだけでして、まあ、一応クラブイベントみたいな形になって、うん、あのドラッグクイーン の, あのバビューノビッチさんとか、うん、すごいよね、方のショーが基本的にメインなイベントになってるので、ちょっとあくまで自分たちはスタッフとして、お酒を配ったりとか、たくさんお酒を配ったり、宣伝兼ただのスタッフなんで、あの普通にクラブイベントとしてもとても盛り上がるイベントになると思うので、ぜひあのお酒飲めない方とかでも全然お楽しみいただけると思うので、まあ一応場所新宿2丁目なので、まあ、ちょっと2丁目怖いなとか思うかもしれないんですけど、全然あの気楽に来て雰囲気だけも楽しめるようなイベントにはなってると、ね、ぜひ全国から来てください。お願いします。お待ちしております。おお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 お、元気いいね。当たり前じゃん。どうも早健です。いきなり宣伝。宣伝大事だから。コメントもらう、ね、コメント一通り、コメントがちょくちょく来てもらってます。これすごい。あ、ポムポムさん、ツイドルさんたちさん。あ、ツイドルさん、なんか一回ちょっとなんか荒れましたよね、やっぱね。なんかこの一回フライヤーというか、うん、発表した時になんか、ね、何ツイドルってみたいな、何自分たちでツイドルとか言っちゃってんのとかなんかしましたけど、まあただのね、ただ楽しくワイワイやってるだけなんで、ね、で、まあいろんな人と、ね、集まって楽しく楽しければいいんだよ、過ごせればなって、そういう時間をね、いければと思ってます。今クラブやってるんだねとか、一応感染対策はしっかりやらせていただく予定なので、はい、よろしくお願いします。多分分かんない、誰が可愛いね。どう見てもさ、俺じゃない。俺可愛いでしょ。可愛いでしょ。ここが可愛い。どこ、ここナイキだから。ジャスティス、ドゥイッ、ジャスティス、ドゥイッ。ナイキ逆じゃね。いや、面白い。また来てるよ、ほら、グイって。誰かな。エヘさん。あ、いい、そっちで行こうね。うん。美味しいございます。大変美味しいございます。早けん、不適切発言。え、本当に？え、だ？失礼。元気どうすこ？元気どうすこ？酒注入。また来た TT さんから三人とも可愛いだって。すごいなんか。可愛いよね。三人でか可愛いだ。よかったね。可愛い。可愛いって言われて、なんかそのシステムなんだ。なんだ。可愛い。可愛いしみたいな感じで。なんでお酒飲んでる？何飲んだよ。マスク取ってよ。いいよ、じゃあ一秒だけで、一秒だけで。1秒。なんだろう、あれ、じゃあ、どう こう、歳がバレちゃう。あ、じゃあ、いいよ、あの、コロナの影響なんですけど、ね、コロナの関係、ね、コロナ関係で、こういうあのマスクになっちゃったんですね。テンションいつもと違いますね、汗って。誰のテンション、誰のテンションかな。多分一番俺かな。俺のテンション、それはじゃない、やっぱり俺いつもこんな感じだよ。だっていや、そんなことないよ。あるよ。知らないよ。だってね、だってうちのテンション、いつも通りツイッター通りだもん。俺はでもツイッター通りだもん。早けんボーンだもん。頑張ってテンション上げてる今、うん、
してきます。あ、何歳なんですかっていうこのミキさんから。あ、すごい。どちらさん、あの誰がですかね。皆さんがどこですかね。どこに3人が。誰がいいの。3人。3人さんですよ。だって全員のこと聞いてるからね。年いった方がいいの。やっぱ最年長彼なんですけど。最年長が大事だよね、やっぱりさ。大事大事。最年長だから先に言わせて。早くいいよ。30です。30歳になりました。で、よろしくお願いします。25歳。ね。平八ってやつです。花の平八です。皆様何歳に見ますか。え、すごい21。20歳です。おーおーおおお。意外。28だと思ってた。もっと上に見えた。今持って21って言ったらかな。さっきなくなったの。ノリが10。ノリがなんか20だわって。なんか。うん。でもなんか20歳って見られないんですよ最近なんか。みんなから25、6って自分に言われるんですよ最近なんか。老けて見られてなんかもう本当に悲しいピエンってなんですよ。ピエン？ピエンって言った。入っちゃった。ピエンって言った。キンク行っちゃった。キンクだよ。テンションが勝手に。すごいね。緊張してやっぱ緊張してぼやけちゃってる。しばらく寝ておりました、翔也さん。世の中みんな9連休なんですか？いや、自分たち全然。今日も仕事してました。全然仕事なんですよ。仕事俺一応仕事しだしてたもん、ね、夏休み学生だからですよ大学生だからあそっかいい大学 2DD2 だから DD2 そうだよ DD だから DD ってなんか違う単語でしょDK じゃないから DD だからちゃんと語法だからもう語法だから大丈夫大丈夫最近26だと思ってうるさくないそんな見て Look I face いやつばめっちゃ飛んじゃったごめんなさい映る映るなんか危ないよコロナ早けんウイルスも性病新病バイトクラミジア映るからさ新ハイブリッド型だからハイブリッド型そうだよねハイブリッドそうだよ、ね、プリウスだからプリウスでしょそうだよそうだよ Look I face at eyes over 笑ってこの残念だけど、申し訳ないです。顔が残念ってことか。どれ多分今のそれがダメこれだね。これやばいかな。もしましたかカメラぼやけちゃってるかな。大丈夫そう。今大丈夫じゃない、うん、なんか緊張するね、すごい。なんかやっぱり多分可愛い大丈夫。多分可愛くない。多分可愛い大丈夫。大丈夫だよね。なんかね。なんかしようと思う。自己紹介してないと思って、今。自己紹介なんか名前と年齢しかさ、今話してないじゃん。じゃあポジションとか、うん、ポジションやっぱりポジション私ミッドフィルダーこれ上ぞり進歩だからあ、やめてみていいだから早けんボーンだからごめんなさいお前ゴールキーパーなゴールキーパーゴールキーパー何何俺受けなしてる俺穴掘り師だからあのぐんぐりぐんぐりぐんぐり穴掘り師俺リベロしてないよえ穴じゃない穴じゃないよ穴じゃねえよちょっとさ踏み込んだ話しようよそんななんかボン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 言ってるだけでさ恥ずかしい意外なことしないんだよね恥ずかしい一応そう今時芸の恋愛事情っていうそうだねタイトルでちょっとやってもらってるからさそう恋愛事情全く聞いてない振って振って振ってもらうで最近じゃあいつ恋今あ今か彼氏彼女はいるんですかいませんだろうね。でしょうね。やっぱり。やっぱだろ。道理で。本当に失礼すぎるな、本当にもう。一応聞いてあげたの。そういうコーナーだから。いないいない。見てて分かったけどさ。見てて分かった。どういう人タイプなの？せっかくだから。せっかく今カメラ目の前なんだから。言っときなよ。年上年下が好きとかさ、うん、やっぱあ割と。誰せん。なんかマッチングすればいいかなみたいな感じなんですけど、気が。相場みたいな自分結構あの頭おかしくて自分が結構頭おかしいんでまともな人もまとなんだろうまともな人も好きだし頭おかしい人も好きですしなんかなんだもう本当に誰せん相手にウェルカームトゥデイ相手に合わせるタイプ相手に合わせるタイプで自分なんかいいタイプ、ね、意外と尽くしたね尽くしたのじゃんあぽいぽいタッチも猫もどっちもできるハイブリッドタッチにそれは立ちあそこはタッチがいいそこはタッチだけど合わせられない無料駆使はちょっとできないかなって思ってますね本当にこの無料駆使無料駆使おうち無料駆使ちょっと違うからこれそうだねこうだね俺全然わかんないけどあ、でもいっぱいコメント来てる
あ、なんかおじさんが参加してもよろしいですか。ぜひぜひいらしてください。そのお願いします。ママママコメントもいっぱい、ぜひぜひ。やりのが可愛いだって。で、どっちからです。 こっちからあなたで。あなた、あなた、すごいね。昔ホモ受けするって書いてあるよ。俺が昔昔って何。昔ってあの頃は。ホモ受けする難しいな、すごい、ね、昔。ねえ、真ん中のホモ可愛いって言ってくんないとちょっと帰っちゃうよ。可愛いよ、大丈夫大丈夫。可愛くないよ、お前ないと。あ、ほら右側の俺も可愛いちゃってよかったじゃん。やった、やすこぶるわしてるじゃん、それは。やったね。え、セコスケじゃん。あ、セコスケ、セコスケ。名前出しちゃって大丈夫ですかね。いや、こわこわ。うんうん、おおおタイプ、うん、あーね、あ、片言でオブちゃんも可愛いよって聞きました。本当だ。ありがとうございます。そういう人、まやっぱそう言ってくれるのやっぱね、あんまいないんだよね、実は。なんかそう、よく友達とかで2人でさ、歩いててもさ、なんか友達イケメンだねみたいな。え、俺はみたいな。よくあった。何回会ったことか、そんなことは。ごめん、ん？つか、つか、なんかこれ、つかこさん、つかこさん、おぶちゃんも可愛いよ、だって。ね、よかったじゃん。もう、もうだから。もうだけどね。何プラスって感じ。やだな、早けんが可愛いみたいな。ありがとう、嬉しかった。チェアース。ホモのみんなに、乾杯、おっぱい、精一杯、俺の心配。あ、間違えた、ま、感じだ、ごめんなさい。なんか一緒に覆われるのが嫌だよね。ちょっとここで壁作っていい、やっぱり。なんでソーシャルディスタンスするの。そう、大事、ソーシャルディスタンス。密ですよ、ほんと密、ね、密。話それてんだよね。そうだよ、どんどん気づいてる。こうしてこうしてこうして。俺聞きたいのは、年上年下とかのタイプがあったじゃん、うん、このさ、なんかさ、ポジションによってさ、結構さ、うん、好きなタイプってさ、ちょっと偏るじゃん。やっぱ猫の人、受けの人とかはさ、抱かれたい願望から年上の人さ、惹かれがちじゃん、うん、で、立ちの人は年下も好きがちじゃん、うん、と思ったから、なんか誰せんだけど、あ、立ちは立ちは立ちは立ちなんだよ、ね、だから年下も掘るし、年上も掘っちゃう、全然年上も掘るんだ。本当に何でもいけんだね、そう、年上、最大33まで掘ったことある。へぇ、皆さん聞きましたって。できたら来てんからね、本当に嘘嘘、わっ、キャッキャッキャッ、 NG だよ、これ、本当に。それは、あの、よかった、ギリセーフ。1丁目で飲んでてとか、そういう飲んでて、飲んでて、なんか、あの、たまたまバーで知り合って、なんか話しかけられて、イケメンじゃんと思って、なんか、こう、なんか、なんだろうな、こう、なんか、こう、なんか、イチャイチャ思ってて、わー、すごい。なっちゃったよね、でも、いい展開すぎる。飲んじゃおうかな、もう、ごめんなさい。ちゃんとホテル行った？あの、あの、某ホテル行きました。今、一瞬、名前が出そうに出かけたよ。ま、俺、使ったことあるな。皆さんあるよ、ね、あのね、ポイントカード持ってる。記録更新しようって来てるから、そう、もっと上で頑張る。ニンニン、なんか記録更新しようって、左のテンション、33、俺のテンションってこと。俺のテンション高いよ。TT さん、なんか更新記録しよう、あら、記録更新しようって。早川さん、アプリで早健さんに無視されたんで、それは。ねえ、ちょっと、ねえ、ねえ、ちょっと、どういうこと、ちょっと。とりあえず謝っとけばいいんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい、すいませんでした。すいません、戦闘機もう、まあ、選びたいところあるからね。そう、ごめんなさい、お酒飲みますね、ちょっと、本当に。行きたい人とみんなとね、ちょっとそういうことしてた、ね、みんなそれぞれタイプは違うから、ね、まあ、それぞれ、もちろんね、一本じゃ足りないよ、くなっちゃう。2本、3本、4本じゃないっすけど、もう大変。いなくなっちゃうか、仕方ないよ。恥ずかしいな、ちょっとなんか。最近、うん、33歳の人はどういう系だったの、ちなみに。ああ、割とマッチョ系とかさ、マッチョ系かもしれない。ああ、そういう系。マッチョも好きだし、前髪系もいけちゃうみたいな、割と、本当に本当に誰してるみたいな。脱色なんだ。そう。すごい。そうそうそう、だからなんかもう、ちゃんとなんだろう。シュッって感じ。何をお祓いしてる、今。身長はさ、自分より高くてもさ、ちっちゃい人がいい、それは。あ、やっぱり。あそこはこだわりあるんだ。でも自分身長でかいから多分いないんだよね、基本でかい人が。それわかる、自分より低い方が確かにいいねって思う。なんか自分より理解者ってビビっちゃうから、怖っ、あ、怖っ、あ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 、みたいな、ほんと怖い。そんな高い人なかなかいないと思うよ、妖怪だよ。今まで会ってきた中で190センチの人が4人いた、
へえ、190。でも本当に何だろう、迫力とインパクトがすごかった。うん。めっちゃいいね。その人受けだった？やってない。バニラしか。あ、バニラ大丈夫。バニラ、バニラ、バニラ90、バニラ、バニラ50。バニラは大丈夫。ね、それ俺らも混ざんないとダメ。大丈夫。ごめん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 。ああ、単発ガチムチはモテるんだよねって。俺じゃん、俺じゃん、俺じゃなかった？なんかそういうイメージあるよ。でもまあ、ね、自分もなんかゲイ、全然20歳ぐらいからしか俺ゲイしてないから、うん、あれだけど、そういうイメージがあった。やっぱりなんか6割、7割ぐらい2丁目でモテるのは、うん、やっぱり単発ガチムチのなんかこう、うん、しっかりした人みたいな、うん、6、7割そうだと思う。前髪の方が少ない気がする。で、なんかいざ自分も行ってみたら、別にその前髪ゲイっていうか細身系の思う子たちは子たちで勝手に恋愛してる、うん、確かに確かに確かに。やっぱ似るよね。なんか自分のさ、なりたい、こうなりたいみたいなさ、うん、像とさ、理想とさ、自分の恋愛対象ってやっぱ似ること多いんじゃないかなって勝手に思ってる。まあ、うん、違いには言えないけど、うんうんうん、そんな、だから自分早けんって何、どういう系、早けんって何系って言うんだろう。単発系、単発系の何系だろうな。デブ戦、デブじゃない、ポッチャ、ポッチャリ系の、ポッチャ系の、ボンボン系の、酒系のみたいな。ボンボン系って何？なんだろう、なんて言えばいいんだろうね。まあ単発系だね。そうだ、ただ量の単発系だよ。もまとめたら単発系のお酒大好きな子は大好きなみたいな、なんか、自分と、なんか自分と同じ子は好きかもしれない、割と。ああ似た正直に言うと、大戦かもしれないけど、お酒いっぱい飲めた方がいいってこと。そうだね、お酒たくさん飲めるから好きかもしれない。気が合うかもしれない。おっぱい、おっぱい、おっぱい飲みませちなの。ああ、浮気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 、え、浮気、浮気、浮気になる。ねえ、もう怖い、ちょっと友情一致してないから大丈夫だよ。皆さんいつ頃から2丁目に行き始めたんですか？最近です、最近ですよ。最近、二十歳になってからだよね。なってから最近行ってますよ。友達にゲイの人がいたんですよ。いっぱいいるよそれ。あ、でもそういうのだよね。繋がって、なんか20歳になんかなって、うん、あるある。一緒に2丁目行きませんかってね。行きませんかって言われて、うん、一緒に。俺もそうだった最初。うん、そこからもドハマりしちゃって、なんか暇な時さえあればもうなんかお酒をずっと飲んでまして、グイグイこう。顔パイパイ、一杯チェリーパイみたいな感じで急成長。急成長。今急成長してる。高度成長期みたいな感じで、ブユーンみたいな、ズボンボーンみたいな感じで上がっちゃったから。急加工中なんでどうしたらいいですか？飲んでるキャパが。バブル、バブル。今日、今バブル。バブル絶頂期やからね、もうね。本当に。バブルは弾けるからバブル。そうそうそう。だから俺も弾けてる。弾けてる、今、まさに弾けてる早けん。だからバブル絶頂期。もう弾けてんの？もうこんなハロハ長いから。こう、まあ、年齢が30なのもあるからさ、まあ10年なんだね。10年ってすごいよね。こうでも行ってなかったけどね、途中ね。でももう落ちたから俺大丈夫。落ちたら何これって。落ちたらこうなる。水ショーどうまい。でね、気になる方でね、初体験は初体験、あの男女だ、どっちかから。じゃあそっちかじゃあ行こうよ。さ、俺結構恥ずかしいからさ、ちょっとさ、俺そう気になっちゃうのか。そういうの初体験、男は17かな。初体験17歳。初体験。早いね。女の子は？女とも俺結構結婚じゃない。すごいじゃん。すごいじゃねえか。まあまあまあ、高校生の時とかあって、まあでも、中3かな。うん。中3。やっぱ早いんだね。うん。ごめんね。うん。全然遅いよ。男いつ？知ってるけど。20とかその辺だもん、俺。20とか。まあなんか全然やっぱさ、自分は女の人いけないから、ゲイしかいけないから、ゲイしかいけないみたいな、男しかいけないからさ、いないじゃん基本的に周りに。そうだね。で、いたとしても、その中からまたタイプかタイプじゃないかでさ、また9割ぐらい確率がかかるじゃん。出会う確率なんか大体、なんか同性愛って10%ぐらいってなんか大体聞くんだけどさ、その中からまたさ、タイプタイプじゃないとかでさ、また 10% ぐらいさ、それはないよね。まあ、なかなか何もしてなかったら、そのアプリとか活動しないとなかなかやっぱり出会いって生まれないよね。それこそ、なんだろう、最初にやっぱり一番有名、なんだろう、ナインモンスターズさん入れて、なんだろう、うん、うん、とりあえずなんかいい感じの近場の人と一回会ってみて、そっからなんかツイッターとか覚えて、なんかいろいろ、なんだろう、そうね、友達増やしてっていう感じかな。ごめん、俺の時まだね、古かったから掲示板とかだったわ。え、何のものだったの？古いって。
私ですか。そうです。あ、すいません。あ、自分の初体験聞いちゃいますか。聞いちゃいますか。仕方ないから聞いてあげる。仕方ないって失礼だもん、本当に。自分、あの中1の時に未経験、まだ中 1? そうです。中 1? 中 1? 中1なんですよ。え、その後が気になる。1年生の時にあのスキー教室っていう、あのあるじゃん、あるの、うん、合宿みたいな。合宿みたいな。合宿ね。そうそうそう。それでなんか、うん、あの布団、部屋に、部屋があるじゃん、部屋があって、うんうんうん、なんかその布団がなんか人数分なくて、ああ。人布団2人寝るみたいな感じで布団で、いいね、それ燃えるわ。そこでなんか一布団に二人まで寝るじゃん、うん、その子相手は柔道部だったので、めちゃイケメンだったんだけど、うん、で、まあ寝て、なんかだんだんなんかよくわかんないけど、なんか溜まってたのかな、なんか多分抱きついちゃって、お互いが、あー、なるほど。で、なんか気づいたら、まあ、チュッ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 、え、どっちか注視したんだろうね。すごい覚えてる。俺から言っちゃった気がする。それなんだお前から。え、してかっこよかったから。向こうも断らなかったってことね。そう、断らなかったくて、で、チュー、あの、まあまあ、ベロ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 ンチューみたいな風がいきなりベロかよ。それでなんかもうすげえ、なるほど。男もいけるんだって思っちゃって、そっからまあ自分的にはまあ男もいけるってことで、なんか目覚めてしまって、なんかバイなんかな、BL アニメ、本当に BL、 本当にマジで BL アニメ。BL っぽいみたい。これもそう、マジでそう。一時期サークルの子姉と付き合ってたの、本当に。さっき言ったさ、何分の何分って言ったじゃん、俺その何分のうち引いてて、一回サークルの子姉と付き合ってた時期が、すごいよ、プライベートも本当に。で、サークルの合宿があるじゃん。で、なんか俺も同じ感じだった、なんか2人だけロフトで寝てて、そんな出会いないんだけど、下にみんな寝てる。最後に入る出会いじゃない、それはさ。もう元からもう、携帯に溶けてたからさ、募集みたいな。コメント来たら何か。マサさん、こんばんは。田舎なので出会いが羨ましいです、自分は、っていう。確かになんか、ね、よく言うよね、地方の人とかでさ、そのナインモンスターズとか開いてさ、なんか一番近い人2キロとかさ、5キロとか出た。俺なんか10キロ20キロだから埼玉だから本当にもう。あ、埼玉そうなの。そう、埼玉だ。俺埼玉仲間って。ひょひょひょポン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 エビ。確かに田舎にだとね、なんかこう急に来る人出てこないからね。それはよく聞く。普通にとジャンプしちゃっていろんなとこ見ちゃうけどね。ああ、その、行ける範囲でね。ウェイリングとかある、自分が行ける範囲のところをこう都市とか調べちゃって、まあ、いいなと思って探したんだね、昔は。動、うん、かせるもんね、うん、確かに確かに。埼玉でも10キロとかなんだ。え、結構いいのかな。埼玉にもいろいろあるから、ね。確かに。ほら、お茶、待って、ほら、ま、まみ、まん。俺さ、アルファベット苦手なの。M アワイさん。J さん。ほら、おぶちゃん可愛いだって。ほら、ほら、来てる、ちゃんと。そうやさ、ほらも埼玉だって来てるよ。仲間。ほらっていうのか、埼玉って。ほら。俺だよ。俺は俺だよ。埼玉です。俺だ。早くん俺だわ。俺だわ。俺は東京そうね育ちなので、ちょっと。うらやましいです。いっぱいいました。50メートルとかありました。50メートル逆にこう、すごいね。位置特定されないっすね。あでもファッションとかでもそこまでさすがに正確じゃないから曖昧にしてたから、うん、位置情報知り合いとか出てきたよ、ね、いるよね、好きな知り合いに宿舎タイム、宿舎タイム、ちょっと顔赤くなってきたな、これ全然飲んでない、うん、本当だ。73人も見てくれてるんだね。エスコベルワッショ、全国の73人さん、おはようございます。早健と申します。ヒヤヒヤヒヤ、ちょうどハルハです。じゃあオブです。じゃあオブ、ツイートルナイトよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとグダグダになって申し訳ない。そういう場だからね。何読んでるんですかって。早健くん、ナイモンチャンネル公式さんから直接、はやけんくんめちゃめちゃうるさいのでグイですね。このグイはこっちのグイかな。はにゃはにゃ、あ、麦茶、あ、麦茶です。当店、はやけんの、あの作ったあの、はやけんさんのメキシコさんの麦茶です。メキシコサボテンから、あのサボテンから絞り出したあのクエルボと申します。
リュウゼセラ、あの最近あの本当そんな増えてんの？あれちょっとあのやばい、あやばいやばいやばい、あ本当にこぼしてる、あああああああ、いいいい、そんな行くの？飲むね、あユリゲラ、あ古いよね、なんか確かに古い、ユリゲラーとかさ、俺酒のテレンマザーだから、マザテレサだ、マザテレマザーテレマザー、酒のマザーテレサ、酒のさ早く飲め、早く飲め、手が痛い、コールをするのめんどくさい、やい3回したお待ちくださいました。スイートナイトはこういうイベントじゃないので、本当にちなみにイベントなんだ、勝手にこうやっちゃうと自分がお酒好きじゃないそうそうそうもっとわからないよね、本当に2丁目がなんか全部こういう感じで思われちゃうでしょ、怖いでしょね、ネタが古いのよって言われてる、言われてるよユリゲラーはね、わからないよ、逆によく知ってたねって感じ、うるさいそうですTT さん、うるさいそうです、りょう大阪さん来てるよ、本当だ、おはようございます、おはようございます、おはようございます、バーいつもツイッター見てます、お世話になってます、アブマダーって何、コンチカさん、オウミだよ、多分オウミ、運営から指名でしたって、ね、指名されたの、さっき飲んだよ、飲んでね、美味しく食べるぞ、早健さん体重いくつですかっていう、リンゴ3個分ね、リンゴ3ケース分ね、うるさいよ、ケース本当にうるさいな、わかんない、リンゴが何キロか、じゃあリアル体重いってほしい、これ確かに、身長、身長今言いたかった、言いね、やっぱ大事だよ、あのこういう宣伝大事だもんね、こういうなんかね、あの早健に対しての待ってますって、待ってますっていうあの DM とあのいいねとたくさん待ってます、じゃあ早健の身長は182センチです、あ結構大きいよね、身長が77センチです、あれは身長ってあれは16、うん、って感じです、16立方センチメートル難しいね、難しい、意外と難しい、難しいな、でもよく当たると言われます、当たる、えおやすみなさい。いる情報あった？何よ？よく当たるらしい。よく当たるらしい。よく当たるんだってよ。よろしくお願いします。ほらまた早川さん人気でいっぱい来てるよ。ね、早川さん大人気だ。元ラグビー部伊藤さんから。あ、伊藤さんおはようございます。伊藤さん、ボンボンボンつかまんぼん。お知り合い。あ、お知り合いですか。やめてお知り合いとか言うの。使ってないから、使ってないからまだ使ってないから大丈夫だよ。漏れた苦手だから。伊藤さんだよ。せいでかい、素敵やって、早健ちゃんのノリがいつもと一緒で過ぎて安心した、当たり前じゃん、すぐ救われました、早健ボンボンつかボンボンあーらしよー、お飲んじゃおうかな、うちの放送前までガチガチに緊張して、そう、すごい緊張した当たり前、どこだったもん、いや、初めてすぎて本当に緊張するもん、こういう撮影なんかさ、ね、初めてでね、しかも内門っていうなんか大きなそのアプリでなんか出れる、出演できるって本当になんか日本中のホモたちが今見はやけん、オブ、アロハの名前をみんなが、バンバーンって引っ張ってくれてる、おーって走るね、ほんとにもう、おはみがなくて、おはみがなくてノリがなんか大阪寄りないよ、なんかわかんないけど、大阪かも、ね、東京の人間冷たいからそういうの拾わないもんね、東京のいいとこは電車で泣いてても誰からも相手にされない、あー分かる、そう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 、東京のいいとこ泣いたの、自転車で転んでもなんか、そうそう、自転車で転んでも誰か助けだろうなみたいな、そういう人ばっかりだから、なんかもうバックとか落としても誰からも相手に、自分がそうだと悲しくなるよね、許してくれないところでいいところね、すごいですね、あ、付き合ってどれくらいなんですか、確かにどれくらいなんですか、11月の1日、そうだね、だよ、覚えてる、数えやすいから12、1、2、3、4、5、6、7、8、10ヶ月目、10ヶ月、9ヶ月経って、ね、10ヶ月経って今10ヶ月目、そう、折り返し、早っ、折り返し、折り返してね、そう、ゴールはあともう少し、折り返し、ゴールはあともう少し、え、じゃあこれ、聞いて質問して、これまでなんかそういう別れをとかっていう、うん、喧嘩とかあったりしたの、実際は週に3回はある毎週喧嘩してる、え、それってやっぱお酒飲んでから喧嘩しちゃうみたいな、お酒の時もあるし、お酒もあるし、なんだろう、お互いに意地張り合って、うん、じゃあ別れるとかなんか言い始めるんですよ、こいつが、くだらないから、うるさいな、飲んだ方がいいの、俺もそれいっぱいぐらい飲んだ方がいいそうなんですよ、
乾杯しますか。皆さんも、ね、出てないよ。皆さんもご一緒にアードスコイ。なくなっちゃった。まだあるよ、お酒があるから。あるよ。見てなくなってきちゃった。ここにストロングゼロもあるから。ストロングいらないかな。あ、そう、一応ここが付き合わせていただいております。ます商業 BL という。え？ビジネス？ビジネス？あ、ビジネス？え？それ NG だった。え、NG じゃない？NG！ だから今日も出演させていただいてます。あー、どうでーす。おはようございます。お願いします。ちょっと9ヶ月だし、長い方かもしれないよね。その、結構すぐ。なんか分かんない、この年代かもしれないけど結構すぐ別れるみたいな人多いよね。ホモってなんかすぐ別れてなんかまたすぐ別の男作ってみたいな繰り返しのイメージしかないんで、なんでなんだろうね。なんかすぐ浮気しちゃう人が多いと思う。なんか、うん、なんか勝手な偏見じゃないかな。聞いていい？浮気ってどこからですか？へー、難しいよね。浮気？そう、浮気ってどこからですか？普通に思った。あのホモの浮気ってどこからかなって自分すごいね考えちゃう。どっからさ、気持ちがあるかないかでだいぶ違うじゃん。そのさ、ノリでチューしたとかはさ、全然あれだ。あ、それはまあ、まあ、なんだろうね。え、俺エッチしたら浮気だと思う。エッチしなかったら浮気じゃないってこと？いや、そんなことはないよ。本当に浮気だと思うのはエッチしてからお酒飲むとかだったら、それはまあ真っ黒だよね、うん、そう。でも、好意はあるけど、ちゃんと好きっていうあれはあるけど、ただ単にやっちゃっただけ。してしまったら私はちょっと、まあね、あ、そうでしょ、それは普通そうでしょ、うん、まあ、オープンな人もいるけどね。それはそれで一つの付け方だと思うけどね、うん、お互いストレスをためない、うん、そういうね、うん、仲同士だったら全然オープンな人いるよね。いるよ、ね、それは別に俺は悪くはないと思う、うん、結局、うん、結局自分が一番だったらいいよみたいな、うん、それはそれで全然考え方、まあ、デート、まあ、あ、まあ、ね、結構束縛される。なんか予定あるんだよね。よろしくはない。誰とかすぐ。え、聞くもんじゃないの、そういうのって。あなた多分立場一緒でしょ、うん、ああ聞く派。じゃあ今日遊んで、今日遊ぶんだよねって言われたら、え、誰と遊ぶのってやっぱ気にならない、うんうん、気になる。普通に俺行っちゃうもん。誰と遊ぶのって気になっちゃう、行っちゃうもん、全然行っちゃう、それは、うん、そういうね、うん、そういうもんじゃない。割と最近メンヘラチックかもしれない。早くやんいいじゃん、メンヘラ。あなたがなんだなだ、お酒、お酒ー、ちょっと、ね、酒見ようんだから、お酒見ようんだから、酒見ようんだから。の方の安定感が半端ない。ありがとうございます。落ち着き、逃げ橋、あ、私、安定感、 ありがとうございます。何の安定感、落ち着いてるんだよ。何落ち着いてる、何落ち着いてる、喋ってないわけでしょ。喋ってない、喋ってるよ、飲んでない、喋ってない、ごい。一番飲んでる、このビールこっちだから。そう、でもほら、2本飲んでちゃう。マイビール、どこにも行かないでー。落ち着いてたんだ、ほら、一番年上だから落ち着いてないと思う。何その目、お前ら。あ、あれやっちゃう、あれやっちゃう、あれやっちゃう。マスクあげて、ちゃんと、ほら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 。はい、マスクあげて。領域展開、無料空所。ちゃんとかね、死んじゃないか。これカットしないでね、ちょっと。ちゃんと乗ってあげたよ、俺。これどうしてもやりたいって言うから。すごいやりたくなかったんだよ、これ。すごいやりたくなかったんだからね。これカットダメだよ、カット、カット NG だよ、カット NG だよ。ライブ配信、ライブ配信。とりあえず飲んで。やだもん。いや、若いってすごいね。ノリがね、昔そんなノリあったのになぁ。埼玉に？うるさいな。埼玉は？は、今全国の埼玉の人敵に。敵に回しちゃう。埼玉落ち着いててもいい町だと思います。町？町？村？埼玉町？埼玉村？埼玉村？無理しなくて、思わなくて、うん、無理しなくてかな。代わり飲んであげるよ。現金感じだった桜の後輩に埼玉の村？郡に住んでた、なんか。は？村？郡？なんとこない？越谷とかをさ、越えたあたりのさ。あたり村とか郡とか。ないから。え、ない？越谷の上は春日部。そう。春日部の上が。上は、ま、意見が分かれる。空気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 。大宮じゃない？え、空気。空気大宮じゃない？空気大宮どこじゃない？春日部の上が埼玉市。え、あなた、あ、分かんない。にわかか？こうですかって。一抜き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 でしょ。一抜き抜き
はい、グイ。はい、グイ。だってごめんなさい。あなたもグイ。待って、本当に、どこだっけ俺、触ったかんの。埼玉同士でさ、不毛な争いすんの。一緒に行きましょうか。毎回そうああそんなそんな当てにやって巻き込まないでちゃんと巻き込んでないよ、うん、ちゃんと巻き込んでないよ確かにちゃんと巻き込んでないよ安全にあのおとなしく冷静にさ埼玉もあんま詳しくないからな越谷レイクタウンああそうレイクタウンはいい越谷レイクタウン意外と何でもあるよアウトレットあるよ日本一のショッピングセンターもうえな誰が言ったのそれ本当一回言わせてもらっていい再来年度ぐらいにできるんだっけ私日本一大きいアウトレットができるのどこに地元に埼玉県深谷市にあそんなにそういいの大丈夫大丈夫大丈夫、うん、大丈夫へえそうなんだ深谷にできるんだ深谷によくわかんないけどアウトレットができるバカでかい日本一でかいですよえー、いいね宣伝待ってますウォーウォーウォー地元愛が深いよね当たり前じゃん大丈夫、ネギ好きだからああ、好きネギせんべい好きだからえ、持ってるめっちゃあるたくさんある大好き、ネギせんべいごめんなさい、地元愛地元愛多くてすいませんじゃあなんだろう俺 え地元なんかないの有名なの東京だ東京だもんバナナ東京って東京バナナおいしくないじゃんごま卵、ごま卵、東京バナナ東京の水早けんバナナ黒すぎあの多分今のは多分カットで誰かちょっとカットで誰かこれを早けんこれって言ってあげた方がいい気がするんですよ僕カットで東京はあれだよ小松菜がね生産量一番なんだよあ小松菜なんだそうそう知らなかった小松菜と知らなかった東京は有名なんだよガリガリ君がいやよあっさいおーちょっと待って小松菜本当に小松川って地域あるのあーあるね。おなぎ川って言って名前おなぎ川って名前あるんだよ。おなぎ川名前びっくりしたもん。俺もなんかさ、その単語だけ小学生ぐらいの時知ってて、なんかたまたまなんか社会かなんかでおなぎ川っていう単語が出て、うんうん、え？で、ね、小学生でもうそれを知ってたの？知ってた知ってた。あなたは結構早っ。うん、小3から床を乗せてたから。え？え？あ、そう、もっと若いよ、年長か。なんだ、ゆかふぴーだよゆかふぴーだよすごいじゃん、ちょっとゆかが一番友達だったの、はい、不安定2人はい、不安定2人1人だし、いいよ、ほんとにすいませんでした1人ですすいませんでしたえ、いいんじゃないですか不安定じゃないほら、もうほら、そろそろもう10時回る時間帯だし、ちょっとぐらいにしてもらいたいなってもいいんじゃないなんで、全然まだ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 だよまだまだだよまだ助かるだからねグイタンレー、あ、タンレー、飲んじゃってみんなせっかく見てくれないからね、ホモたちが飲んでそういうんじゃないからですほら、見てオノマトコさん見てほらおつまみやお菓子は食べないんでござるかお菓子もお腹いっぱい食べちゃったのママさん、早健くんがもっと飲むところ見たい見たいどこそれここに見てみたいって来てるよ早健ちゃんが飲むところもっと見てみたいって確かにあやけんじゃんけんで勝ったのもでいいよちょっといいとかもでも飲みたいかもしれない飲みたいまあねあじゃ あの任せるわちょっとそれはえじゃあ俺も飲むよ無理しなくて無理しなくて2個しかない無理しなくていい無理していいよあじゃあさこれ共同作業でいいじゃんあのストップって言っていっぱい2杯でストップって言ってあやけんあ目が見えない目が見えないの知らないよ俺辻俺の地区だから知らないもう匂いが嫌だもんマンチじゃんスコブルマッション匂いが嫌だよせーおじさんひよって半分ね分かったよ分かったよ一杯だけねおじさんと思ってるいい感じ状態じゃんいいよ一杯だけねで俺ら黒歴史だね一杯だけ付き合うからこれ俺なくなるきちゃうでも俺いっぱい付き合わないよはいじゃあ俺愛嬌振りまいてやばいこの笑い方入りたくない最悪みんな見ないでしょーおーなんかティッシュかなはい乾杯するあれちょっと手が触れちゃうでも普通に持つよごめんねじゃあ俺も必要なとこぼしたら怖いしね確かに負けないよイエーイ乾杯したらそれグーッとグ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 ッとすご
多い。おいしい。これがおいしい。やっぱね。おいしい。じゃあ宣伝させてください。当店の。なんでそれを早検索クエルボーボークエルボーこちらですね、スペーステキーラメキシコのサボテン早検あー、まあ、テキーラねメキシコがサボテンじゃねえか。早検はあのサボテンを育てて一生懸命一からサボテンからこうやってうちあの牛の乳搾りのようにこうやってテキーラ絞ってきて、うん、それ違法だからですよ、うん、本当に地蔵法違法で違法人子供たちを空に向かい、いきなり始まる両手愛のゲーキャッキャッ薄すぎて多分壊れた。ごめんなさい、ブスでごめんなさい。ちょっとお前らを照らす価値ない。入っていけ、これスイッチじゃない、スイッチだけ入ってる、あ、押しちゃったんじゃない、照らして照らして、はい、大丈夫、こっちがあるかな、俺は大丈夫、入ってるよ、俺らこっち見てる、こっち見てる、大丈夫。もう早けん元気よすぎ、眩しい、入ってるよ、スイッチこっち、あ、本当だ、抜けてんじゃん俺。あなたの足が失礼しました、ちょっと皆様抜き上手、抜き上手、抜き上手、俺抜くのないっすから。失礼しました。あ、そうだね、見たらわかるもん、そう見たら勢力すごい強そうだもん、匂いでわかるもん、嗅いでフェロモンは出てない、ごめん、ちょっと、ね、感じるのは酒の、ない、お酒の匂い、大衆が酒ですよってみんな、お酒、え、意外とさ、え、思ったけど、え、言っていい、これちょっと、うん、ナイモンライブってめちゃくちゃ面白い。なんでこんな面白いの、ね、もっと早く実践したかったよね、本当にもう。いやこれで全国の友達に早けんたちの名前が知れ渡っちゃうよね。え、ボン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 、だんだんお酒入ってきた。すみません、ちょっとお酒が入って。3人の中でどの中が一番お酒強いんですかって今来てます。え、何？ 3 人の中で一番お酒強いのは誰ですかって、あの早川さん。じゃんけんで決めよう。じゃんけんで決めるってない。じゃんけんで勝ったらどう、何ですか。じゃあ、あの、半切り切れないですか。勝ったら飲むの、また飲むの、無理ですね。俺、無理だったら俺飲むからいいよ。無理だったら俺飲むんちゃう。あ、でも、あ、でもね。こっちにしよっか、やっぱね。そうだね。うん、ね、おとなしく、ね、強いかどうか分かんなくない、それじゃあ。そうだね。ネタぐらいで強いかどうか分かんない。分かんないから。死なないと分かんない。まあ、死ぬ。殺さないで、ちょっと。と思ったから。本殺す。証明はできないなと思って。でしょ。まあ、ほら、早健さんモテるタイプのよ。あ、でもテンション上がる、あの、酔っ払うタイプの方がモテる。あ、そこ俺はそう。これは絶対間違いない。ただ、行き過ぎると惹かれるんだよ。いいよいいよ、まだ大丈夫、もうちょっと内門っぽい方にしよう。あ、そうだね、今ね、ちょうど最大級の大恋愛を教えてくださいっていうふうには言われているんです。大恋愛、早健くんから聞きたいよ、大恋愛、めちゃくちゃ大恋愛、うん、その早健くんの中で全然あるよね、そしたら、え、一番、うん、その、今までで引きずった、そうだね、引きずった、何が一番引きずった、いいですか、高校2年生の時に初めてできた彼氏がいるんですよ、ホモで、初カレ、初カレにいるんですよ、それ結構引きずってて、割とそのきっかけはアプリとか、アプリはないもんで、まあ、知り合ってマッチングして LINE 交換して電話して、うん、なんかいい感じにマッチングして会って、うん、まあね、こう日記見なしみたいな無料空襲みたいな頃のこの女の子が笑っちゃって、あっせあっせあっせ、え、それでなんか、ね、めっちゃ好きだったんですよ、自分は。初恋に近いってこと、それ初恋は本当、あの、初男彼氏だったんですよ、ああ初恋ね、女じゃなくて初彼氏だったんです、それが。どっちがリードしてたの、向こうのがやっぱり上ってこと、あ、そうそう、一個上だったから向こうのがリードしてた、意外とこれベイベイ来てくれて、で自分もなんか、あ、やっぱり好きになっちゃった、キュン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 出して、キュン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 出して、いきなり挟んだ、ハーミニーバニー、そうそう来ちゃって、そう、本当になんか、え、やばい、何これ、この気持ち何これって思っちゃって、あー、なるほどね、それ付き合うしかないと思って、付き合ってそこから大体半年弱付き合ってから、まあ、いろいろあって結局別れちゃって、う
めっちゃ引きずる。まだ引きずってんだ。割と。今も引きずってる。最近、一昨日1週間前ぐらいに。最近だな。本当に本当に最近にあのツイッターと LINE 繋がって久しぶりに今度ご飯行こうって言って。あもうテンション上げー。はい、その人に向かって一言どうぞ。大好きだよー。早い。やるそうそう。早い。NG でこれ NG で。早い。早い。サムネの可愛い子はどこ？ここはない。俺かな。俺かな。見たら多分。豊島の私だと思うんですけど。髪が。いやちょっと髪が短くて。みんな。みんな面白い方ですかってよかったね。ありがとうね。なんか本当にありがとうございます皆さんも本当に。皆様ご一緒にあーどすこい本当にもうあすこぶりましたよ。何どすこい。え聞いて最近あの流行らせてほしい言葉早犬から。はい。すこぶるわっしょ。すこぶるわっしょ。ボンの次にすこぶるわっしょいって言えばもう本当にもう疲れる。グー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 。こー何を言ってたの？何を宣伝されたかった？スコブルワッシュ。スコブルワッシュ。流行らせたいらしいです。グー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 を流行らせたいらしいです。あー、皆さん覚えてください。クールに行く。それはちょっと。いや、もうこれダメだ。飛び飛び、なんかすごい。いっぱいお世話になったんだ、ごめん。リゲラー。ないない。違う。私いっぱいお世話になってきたからちょっと何これテレ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 パーソンになってきたからテレテレテレテ何の失敗作失敗作何のやめとこやめとこそれはちょっとちょっとだけのねちょっとだけねちょっちねおぶさんの大恋愛の話かなったってあ確かに気になるじゃあおぶちゃんの初めての初恋愛気になるわそれはちょっと初恋愛、うん、初恋愛あでもなんかのんけとか普通になんか高校の友達とかを好きになっちゃうよ、うん、よくあった、うん、普通にうんけどなんか普通に結局なんか彼女できたんだよねーとかなんて勝手に好きになって勝手に失恋してたまあ今まで発展ないよねそれ以上発展ないと思う発展はしてないから、まあ、片思いだねただのまあねそうそうそうさしょうがないよねだってまあそうねなんか見ようって少ないから、ね、見ったのは大学3年生の時に、ね、たまたまサークルの後輩がこっちの子で、うん、A の子で Y か Y の子で一瞬いい感じになって付き合ったけど、うん、なんかいきなりそっけなくなって振られちゃったのが割と引きずった、うん、付き合っててもう振られちゃった一応サークルの後輩だから普通になんだろう、うん、愛はするからさ、うんうん、合うもんね辛いね気まずくないめちゃくちゃ気まずいね気まずまあちょっと気まずいね確かにねじゃあどうすんのあったらどうすんの普通に、まあ、なんか別にそんなあきらあからさまに気まずいとあってそれさおはようおはようおはようやばいか気が合うね間違いない絶対そうめちゃめちゃ頻繁に会ってなかったからまだうんあれっていうのがまあ当たり障りのない会話をしてて普通にっていうのが振られてんだなと思って僕は結構引きずったかなはるちゃんどうなのえ確かに俺の恋愛、うん、これは大恋愛そうえどういうあれでみたいなでもまあ今ここ付き合ってるしあ付きその前とかその前じゃあ初めて男に恋したしょうもないよいいよ別にいいじゃん気になるじゃんあのほらよく掲示板とか昔流行ってましてクールボーイとかあっ男だよあだい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 これカットで、ね、そこから始まってあのやっぱりこうそうやっぱその当時もゲイが集まる界隈っていうのがあって、うん、そこで出会った人本当に、まあ、やりたかっただけ。やりだぴーやりだりーらりだりだぴーお酒飲み。続かなかったしね。そうそうそう。でもまあそっからはね、いろいろあったけど。いいよ、恋愛はした方がいいよ。じゃあ、2人ともどういうあれでやったのそもそも。もうさっき言ったやん。忘れた忘れた。2丁目の友達。2丁目で飲んでた時に友達とつながりで一緒に始めましてツイッターつながってることじゃない。は後から本当に始めました。会ってから繋がった。でそこで LINE 交換しましょうってそうあなたから言ってきた。僕は言った。じゃあどっちなの？のかな？やるやん。俺そうだよ。俺覚えてる。うん、まあでそこから何回か遊んでまあいい感じになったって感じ。うん。でもなんか意外とそういうもんだと思うんだ付き合うの。3人とも可愛いだってよかったね早見。あそこ嬉しい。いや多分俺が一番だと思う。嬉しいね。申し訳ない。30歳のんですけど。
ツイドルナイトよろしくお願いします。あ、お願いします。8月15日での金曜日です。早剣と申します。趣旨はそれなんですよね。早剣ボンって言えばテキラさせてあげるんで、すいません、あのここの3人は、ね、あのまあ、そこそこの顔面なんですけど、あの他は、ね、あの他のいっぱい可愛い人いっぱいいるの、この3人たちはなんかテキラみたいな顔してるんですけど、あ、ここ飲み役なんで、スタッフだから、スタッフ、こことここは飲み役だろうね。そう、飲み役ですよ。あ、すごい、お客さんからでも お酒もらえるって一番いい立場で、お大好き。あの酒の一滴はちなみに一滴飲みます。ありがとうございます。飲みますんでよろしくお願いします。他にね、いろんなスタッフの方もいるんでね、ぜひぜひ。金曜日で15時から20時なんですけど、来週よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、お待ちしてます。あの、聞いてください、早剣ボンって言えばテキーラもう差し上げちゃうんだよ。サービス、いや、差し上げるは違うんじゃない。まあ、サービスですよね。いや、サービス的な、ね、サービス的な、ね、ポイ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 、うん、まあ、そうか、自分のポケットマネーが消えるの。そうそうそう、早剣のポケットマネーから敵が消えちゃうんです。知らないよ、言う。で、まあ、とりあえず早剣ボンと言えば早剣、あ、もう一回すみません、もう一回、もう一度言いますね。早剣ボンと言えば早剣から敵がサービスされます。いや、あなた、それはね、それは提出します。それはお金ください。お金ください。お金大好き。早剣に会いに来てくれてんだから会いたいんだ。会いたいから、その顔から、サービスの部門。うるさい。扇風機、私のだからね。俺のだからな、俺のだからな、お前。俺、扇風機のものが一得意なんやって。かえ。やっていい。我々は早けんだ。しごえじゃん。ボボン。しんどくない、ちょっと。しんどかったね。どうしんどいの、こっちだから。コメント来てないの、なんか。あ、なんて返してか分からなくてやめて、もう、もう。コメント大事よ。でも、もう一回やっぱさ、うん、ちょっとツイドルナイト。ね、もう一回詳細を行きましょうか。詳細を一回ご案内させていただくんですけれども。はい、8月の13日です。はい、15時から20時です。はい、はいはい、15時から、ちょっと早いです。はい、そこだけ、お願いします。自己紹介もついでにお願いします。ちょっとハラハラと言います。よろしくお願いします。大事よ。一番年間ですが、よろしくお願いします。うん、はい、どうぞ。なクラブイベントの案内はしないの？いや、案内って何？いらないよ、もう。だって自己紹介って振られちゃったからさ。そうよ、自己紹介して俺はお酒飲むからいいんだよ。20歳未満の方は、1500円でソフトドリンクにはなるってしまうんですけど、18歳の方は入れるので、はい、で、まあ一応未成年の方は違う色の入場バンドをつけてもらう形になるので、で、一応基本料金は3500円になっちゃうんですけど、あのナインモンスターさんに協力いただきまして、ナインモンスターさん利用者の方はアプリ提示で500円引きいただいて、で、それと別でワンドリンクいただく形でナインモンだしね、をやらせていただくのと、あとはあの知り合い割といいますか、それこそ早剣の友達で早剣ボンって言えば私の友達もよろしく。お安くなりますし、ここの友達もお安くなります。あとね、25歳以下の方もね、あの2500円になるので1000円引き、身分証よろしくお願いします。とあと、あと何、何、あと何、で、一応あの紹介は言っても俺らうるさくしてるだけだけど、あのドラッグクイーンの方のショーと今、うん、クラブイベントがメインのイベントになりますので、 DJ の方もすごいいろんな素敵な方、いいですか、ね、いいですか、自分もナヨさんとかデイさんとかね、早剣もちょっとだけ DJ するかもしれません。そうなんだ、音楽止めたらごめんなさい。本当にね、あの DJ の方もすごい方、今ね、いろんなところで、ね、やってる方、早剣かな、いや本当に来られるんで、そこも含めてお願いします。夢たち、あくまでスタッフなんだよね。そうだ、メインじゃないから、メインじゃないから、俺あくまでお酒配りに行くから、ね、そう、飲んでお願い心込めて、そういう感じの子ばっかじゃないんで、ね、ちょっとやめなー、そういう人覚えてろよ。あだけでもね、見てくれてるね、ぜひぜひ、お待ちしておりま す、ね、本当に私たち以外にも本当にいろんな、ね、方いら、ね、いっぱい来られるんで、ね、その方がメインなんで、本当にね、音楽に楽しんでいただいてもいいですし、ドラッグクイーンとか見ていただいてもいいですし、私たち含めてね、そこに会いに来てくれてもいいですし、親、ね、と喋ってもらっても全然、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。来てくれてお客様にも話した、早剣のこのオーロサボズクボンを話しちゃいます。はい、グイ、あ、すみません、滑ったグイ。あの、視聴者の、視聴者さん、待って、ロレツが回んない、視聴者の皆様からちょっとテキラいただいたんで、ちょっと拝見はこれにてちょっと、あの、おいともいたします。え、早くない？飛ばすな、アルコールを。粘れちゃった、飛ばねえか、それ。コールしないよ。だんだん、スカダン、スカダン、ダン、おいしゅうございました。すごい、ほら、
でもほらポケットマネーが来てるからそこは訂正しといた。一応お客様から一応ね、そこの分はクレームだったら。じゃあまだもう一杯なんだね。そういうことね。じゃあ言っていいよ。僕優しいよ。優しいよ。いいの？見て見て、早く持ったって。もうほら早く持ったった。あ、もしかしたら早く持って帰れるかもしれないか。今だけで、今だけだよ。早く持ち帰り今だけだよ。ほらー。ちょっと待って、まだ映ってないから。さ、これさ、優しい？まだもっと飲む？待って、はい、どっち？優しい？いいの？お願い、ここのコメテドロロジャキンちゃん、ドロロジャキンちゃん。俺？鼻水出ちゃった、ごめんね。俺が飲むの？俺飲むよ。お前、ガッシュ、飲みます。じゃあ飲むよ。いい、飲みたい。何持ってんだ？乾杯しよっか。何持ってんだ？あー！何何本当にびっくりした。おー、ごちそうさま。メッセージみたいに。ちょっと俺さ、やばい。誰が AV 男優じゃん。俺 AV シミケン。俺さ、シミケンだよ。俺さ、あの手だけはめっちゃうまいね。早けん。見て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 。こうすん。あの、誰でもできる。汗汗。誰でもできる。いいえ、本当に。誰でもできるよ、それは。うわ、ゾリチンポをあがめて見ているニキミナシ。お。まあ、直接見たい方は当日よろしくお願いします。そうそう、お願いします。はい、お待ちしております。あの、Twitter、LINE、DM、何でもいいです。まあ、確かにね、そうだね。そうよ。まあね、自分の紹介割にもなるかも。またこそんでしょ。やだ、もういらない。領域展開飽きた。もう2回目。しょうもない。何しょうもない。何そんなかまってちゃんになっちゃうの。急にね。そっか、わかった。今飲めなかったから。お酒なかったもん。本当に。これストカンしか。ストカンしか。ストカンしか。パンパンしか。ストカン。おしっこしたのか。なんか大丈夫かな。でコメントを放置してました。見よう、ちゃんとコメント見よう。コメント大事。はい、皆さんもみんなね。この部屋即ハメボリューム64で見たことある。どっからどっからどっからね。じゃあ一番上からよ。違うかな。ちょ、一回撮っていい？絶対。まあ、あ、まあまあね。目を覚ましなさい。目を覚ます。早けんは存在しないわって書いてある。存在しない。早けんは存在しません。なんで読んでくんないの。もう、どっち今、次は これさ、何もやばいね、恥ずかしかったね。やばくない？これだってくん、誰も乗る。あの、スタッフ。あ、未成年の方にはね。大丈夫だよ、俺らみんな20歳もう超えてっから。みんなババアだから。まあ、18歳から入れるんですけどね。そうよ。お酒は出さないので。ね。あ、そうか、身分証だけ。身分証は絶対多分、ね、あの、入るときに。おしっこしてきて。若い方は多分見せてもらいますので、そこは大丈夫だと思いますよ。しくしてくる。はい。買ってみて。行ってきな。やめてよ。あ、ごめんなさい。ちょっと。あの、おしっこしてきます。あの、スタジオ壊すのやめてよ。あの、怪我してもいいから。怪我してもいいんだけど。スタジオ壊さないで。大丈夫よ。とんでもないのが来ちゃったね。すごいね。若い子ってすごいと思う、勢いがね。もう若くないからさ。すごい。ひゃーって松岡さん、ありがとうございます。え、ちょっと喋ってみて、ちょっと。何、俺が？うん、なんで？何を話せ。え、何を話せばいいの？もうちゃんとほら、ちょところどころ突っ込んでるよ、ちゃんと。ツイートユナイトの話、入れてるし。すげえ減ったねっていうか。半分もなくなったよ、テキーラが。4杯2杯かな。あ、見えます？これほら、中身麦茶なんですけど。そうね、お酒は無理はしちゃダメですね。すみません、ね、本当にほどほどで。あの、早川さん結構飲めるんでね、そこそこぐらいで、あの、やめるようにします。ちゃんとその辺はちゃんと見てます。もう、ね、早川大好き、みんな大早川さん人気。まあでも面白いもんですね。ぜひ早川さんに会いに来てください。本当に面白い。僕も初めて加わったんですけど、すごい楽しくさせていただいてね。本当に面白いから。早川さんに会ったけど、まあこういう賑やかな感じでやりますので、イチャイチャしてってきてるよ。イチャイチャしてって何？イチャイチャしてとは来てないよ。イチャイチャって来てる。あ、ほんとだ。イチャイチャだけ。カップルチャンネルだから今から。確かにね。チャンス。チャンス。
まあね、もしかしたらそれこそスイドルナイトでこういい感じの人とね、そうだよ、出会えるかもしれない。もう全然ね、大丈夫、ここちゃんとイチャイチャしながら接客するんでよろしく。違うの、そういう要因だよ、あなた。するって気持ち悪いからやめな。新宿ってやっぱさ、お酒も入るからさ、やっぱりさ、いい出会いが見つかりやすいところあるよね。まあね、そうだね。普通の食事だったらさ、こうグイグイいけないけどさ、クラブイベントとかだとやっぱお酒持ってさ、うん、そうだね、話せるしとかもあるね。せっかくだから、ね、まあ、こういう機会にね、我々、違う、我々みたいな関係、あ、違う、分かんない、それは分かんない、すいません、失礼しました。いい関係の人を見つければな、見つけられる方もね、いたらいいなと思って言ったんですけど、もう老若男女、あ、女性も全然あの大歓迎ですので、入れるって言っちゃったら、そうそうそう、うん、あの友達連れてきてとかでも一緒にね、来てもいいよって、全然大丈夫です。そう、なんなら、ノンケの方でもいいので。見てるかな、ノンケの人。多分いないと思う。いるかな。一人か二人がいるかな。分かんないけど。なのでやらせていただきましょう。イチャイチャして。イチャイチャ？イチャイチャ、あ、別にできるよ。いつもし、いつもしてるか。そうだね。さっきまでしたもんね。してないですよ。え？知らなかった。まあクラブイベント終わった後にね、2丁目で飲み直してもよし。そのまま、まあね、お帰りになっても全然よろしいので。なんかさ、うん、なんだろう、ん、イベントのことしか話してない、そういう企画だもんね。あ、でも、まあ、主は恋愛話か、うん、この恋愛話なんかありましたっけ。長いよ。さてはあれだな、あの話題がなくなったからって逃げないで。お腹きれいにしてるね、さてはね。その可能性は 3% ぐらい。絶対この後多分リアルの、リアルっていうか、男と会うて。メンズラッシュに出ているのはどの子なのかの？はい。違います。そうやってさ、変な風に売らないで。やだから。ビデオモデルなんで。ビデオモデルは、でも今日はマジで真面目にいない。真面目にいない。何真面目に。今日は？今日は？今日も。明日も。体験でも大丈夫かな、ちょっと確かにならないね。次読んで。ああ、でもね、楽しい今日。なんか体験がすごいテンション高いけど、嬉しかったかを今日の悲しい。まだ聞こえてないよ、もっと近づいてから言って。なんか笑ったよね。マジで見る、見たい、ね、NG かな、これは NG じゃないけど、 NG ではないけど、一瞬で早く撮って。これ大丈夫かな、ちょっと身長高いね。でもね、大丈夫、見えないから早く撮って。お前すんねん、うるさいから早く撮れって。大丈夫だって、大丈夫、見えないから。本当にあのそうやってやった方が見えるから、さっさと撮って。ああ、バレバレだよね。ねえ、汚い。これ思ってたやつね。手を拭いたんでしょ。はい、わかりました。おしっこましたもん、多分ね、びしょ濡れだから、これ。やばい、映ってるよ、これ。オンデリブス。最悪だよね、もう。竹がさ、ホモなんだよね。ホモだ、仕方ないじゃん。ホモだよ、この竹。舐める。いや、舐めたくない。床舐めたの。確かに。おはようございます。性病つる。俺、臨病じゃないから、舐めてる。ほんとにブス。ブスじゃないよ。綺麗な報酬と思うよ。コメント読めようぜ。あ、いいよ、ちょっと俺と次トイレに行きたいから二人でね、お話しして。浮気しちゃダメだよ。ダメよ。そうだよ。どっから今コメント、どっからが浮気映画だね。パパパパパパパ、よろしく。うん、この可愛い二人、俺のことかな。その次は TT、 I'm a TT。 おー、やめて、やめて、かない。やめて、やめて、ダサティー。おー、すごい、おかまが出てる。え、好き好き、おいしかい。おー、なんできた、びしょ濡れですね、だって。当たり前じゃん、おしっこボンバレマン拭いたじゃん。ちょ、おしっこじゃない、これおしっこじゃない。何かぶ、やだ、やだ、これおしっこじゃない。やだ、これは、あのさ、手洗うやん、うん、洗って、俺さ
タオル持ってないの、ね、タオル持ってないからこうやってチンチンスポンボンボンスポンスあーらしょーみたいな感じだからなんか気づいたらなんかあのびしょ濡れ空間やねわかるヒヤヒヤお酒って美味しいねしかないこぼしすぎだからそうそうなんできたなんかさ恥ずかしいのなんかごめんおはようございますファンサービスみたいにしたからこうもうちょっと前に出てえ歌いいやダメで NG なんで言ったのやだよ俺ねやだよあのないもん好きだからやだよ出演 NG ダメパンツ脱げたら言ってないからねちなみにじゃあ適当なんですしたら勝手にどうぞそれはじゃあ飲みたい人コメントでつあの月にあの早けんグイってきたら飲むそしたらね来ないよ来るかもうーん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 来るんじゃないびしょ濡れですんで終わってるかまあ、何人置いてんのこれ62人ねえ伊藤さんねえ伊藤さん伊藤さん呪いよ本当に本当にブスよゲイ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 仕方ないな伊藤さんの夢は仕方ないよじゃあ締めの一杯ね早く本当やもんもう閉めちゃうのまだ飲まないの彼女一人で会ってていいよまずちょっと背景ねちょっと背景さあの日和気味だからちょっと手震えてるもんだってあれちょっとやばい伊藤さん来たじゃないからね早けんぐいじゃん嫌いだわちょっとお前だけだみんなまとめて褒めになれテクマコマヨコテクマヨコうん、あったよね、こういうアーラムパスみたいなそうそれれれれ乾杯しようよ、一緒に仕方ないなぁ本当に大丈夫してたけどめちゃねしてないよ、誰と思ってんのおぶちゃんちょっと、入れ見て、見て、これゲージに漏れてほーぐぐぐぐぐぐぐ飲むの飲酒チャンネルじゃないからね、これまあ、これをね、閉めちゃいますかねまずどうぞ飲んでくださいまあ、とりあえず、まあ、あの喉がなんで2人分しか用意してないだってないんだもん、これ乾杯しよう乾杯してください、ないですけどはい、お前の皆さんそれでは皆様ご一緒に今日の君の日、乾杯ありがとうございます乾杯乾杯あのナイモンチャンネルで来てくださってありがとうございます本当にあの通常のナイトあの8月13日にやるので良ければ暇でしたら良ければお越しください8月13日にねお待ちしておりますツイドルナイトやるんでねまず飲んでくださいそうよせーのはいコールしないよめんどくさいからであの一応ね今のごめんなさいご時世を考えても一応マスクは必ずつけてくださいマスクじゃないですよ絶対つけてくださいねで入場時一応検温とアルコールの消毒はあの必ずやってもらいますまあ感染対策はお願いしますね。マスクとこれ以上ねいろんな方身分証明書の提示お願いしますじゃあお持ちもねはいありがとうございます身分証も必ずお願いしますそこはね一応年齢確認分けるためにもこれ以上炎上したくないのお願いします炎上したの早かにゃにゃこう言ってなかったかもお後がよろしいようでまあ、そこだけは本当に皆様お待ちしておりますお願いします本当にお願いいたしますそこだけでも一応ねあの皆さんあのこれからのルールとしてそうよ今のルールとしてお願いしますあのこれはあの私たちからもお願いさせていただきますので本当にあの、はい、お願いしますね楽しくね楽しくみんながね楽しくイベントを終わることができるようにそこはぜひご協力いただければと思うんでお願いしますじゃあ最後にはい締めてよーやっぱりえうんねねにおかしたまだいっぱい残ってるうわ、ん、開けたいわね本当にじゃあうちらの血液アルコールとるいきまあまあまだよすぐ飲めるよじゃあ行こうせーのうちらの血液アルコールでも誰もコールができないよ本当にあのお願いいたしますコールできるよければ、ね、皆さん暇のお時間も ね、ありましたら楽しくワイワイ騒ぎまキュンねーキュン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 どうして東京ハンズうるさい飲めハンズビーだから
せーのでやろう。何を？じゃあ決めよっか。うん、え、これ NG なわけね。え、何決めんの？わかんない。え、事前、事前をしない。せーので、ポンっていこう。いいよ、わかった。いいよ。OK？ いいよ。終わり、いい。OK、OK、OK、OK。せーので、ポン！ありがとうございます。何そこでどうすればいいの俺は。俺はどうすればいいの。汗が止まんない。あーん、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、酒中入れたよね。え、これ入ってる今。早く2週目行きな。そうだね。あ、どうせ明日も休みでしょ。飲み行くんでしょ、今日。うん、夏休みだから。嘘、飲み行かないか。いいな、夏休み。迷ってる、すごい今。埼玉まで帰れ…帰れないよ、まだこれ。あ、帰れるよ。帰れるよ。帰れるよ、ごめん。帰れるよ、マジで。どこに住んだ。あんた帰るでしょ。でもまあカメラ回ってるからね。カメラ止めなんていうか あるじゃん、あの動画で、あの撮影で、映画で AV。 俺マジ時間停止もの。え、聞いていい。でも俺多分早けん、多分そのうち AV 出そうな気がする。あ、でも俺さ、マジで AV でも絶対売れる気がする。売れないよ、腰の、あ、お肉は、あ、お、ね、じゃない。俺よりあった俺よりあった、よかった。嫌いだわ、ほんま嫌いだわ。でもほら、これがほら、マグナムなんでしょ。そう、マグナムマゾパーカーだから。え、マグナムでマゾなの。うん、マグナムでマゾ。かわいいかも。これ、あ、そう、配信しながら、え、そう、そうなの、うん、いい。これ、あの、ツイッター、じゃあ、あの、インスタのサムネよ。そう、サムネ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 。遠いよ、なんかこれだと映ってる、大丈夫。しかしさん、撮って、撮った？いいよ。ああ、飲む。ああ、汚い、飲んで。時間停止もの出たい。でもあれ、9割やらせだから。さっちゃん、撮って。そう。9.9 割やらせだ。時間停止もの9割やらせだから。さっちゃん、さっちゃん、撮って、さっちゃん。誰？それ知らない。誰？初めて聞いた。遠いって。もっと近づいた方がいいと思った。そっか。もう動きたくない。俺もそう。グシャ、ここでいいじゃん、もうさ。これでいいじゃん、もう。じゃあ、写真撮って終わりだよ。終わりよ。そうだね。あ、待って待って、一応最後宣伝だけ。あ、宣伝だよ。下回だけしてもらっていいの？水道ないとやっぱね。8月15日です。水道ないと。13だから。13だから。グイじゃない。グイか。ごめん。あの、皆様聞いてください。8月13日に、皆様が水道ないと来るんで、二丁目です。新宿二丁目です。よろしくお願いします。ね、さすが平13だな。お待ちしております。住所教えてくれ。アイソーです。そうだね。あ、そう、アイソーオープン。会場忘れてた。そう、みんな言わないから俺なんで、あの場所言っちゃいけないのかと思ったから。アイソトープラウンジっていう、そう、セントポー、また抜いたよ、お前。また抜いた。だけんな。気上手。そう、アイソトープです。で、やります。で、15時から20時です。皆さん、ぜひね。2丁目のね、そう、真ん中ぐらいのところにあります。中通りの近くだからね。うん。みんな来てるね、マジで。え、じゃあ、言うよ。今、まあ、特別に言いますけど。わかった、わかった。待って、待って。落ち着け。分かった。落ち着け。待って、待って。この、視聴者様に対して、はい、早けんテキーラグイって言ったら、やめなさい。テキーラを。やめなさい。下げます。それはダメです。いいえ。それはちゃんと定期でお金をもらいます。まあもらいますよ。はい。でもグイです。詐欺になりますか。ダメですよ。もらいます。それはお願いします。もしいただけるんであればね、ソフトドリンクもいただきますんでお願いします。お待ちしております。はい、皆様。暇もうあとで反省会だからね。まあ、お時間がありましたらお待ちしております、ね、ぜひ金曜日ですけどね、15時から20時、一応祝日だよね。一応祝日だよね。あれ、そうなんや、うん、ね、ベロ感謝さ見せていただく、ね、来れる方ぜひぜひね。20時までやってるんで、あの15時、16時、17時でも全然入れるんで。そうよ。その後、まあ、ね、飲み行っても好きなようにね、帰ってもいいんで、ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。お待ちしております。お待ちしてます。ありがとうございます。で、最後の締めは早けんでお願い。いいね。締めにもう4回ぐらいやってんの。だから、うまくいかなかったの。締めていい。うまくいかなかったから、締めたの今。最後の締めは、だからもう1回。4度目の正直だった。もう失敗できないよ。でーれんねー。もう終わってないじゃん。まだ終わってないじゃん。終わってる？本当に終わってんの？まだ米切んじゃんで。
飲むときだけ外してください。お願いします。それは、はい、コメントして言って。一応ね、喋るときは一応つけてください。読み上げてコメント。それは今までと同じの他のお店と同じルールでお願いします。飲むときだけ外してください。あとはコミット削って飲むぐらいお酒、うん、一応そこだけ。あ、やっぱり映しても良くないですし ね背景も大丈夫、映ってもやっぱりいい思いしませんから、そこはねお互いしっかりね、まあ、マナー守れたらな。そこはね、平熱でもかかってる可能性もあるしね、かかってない可能性もあるんで、そこだけは皆さんお互いのこと考えてやりましょう。まあ、入場数が多いようだと制限する可能性はあるかもしれないです。そう、はい、それの時は状況を見ながらという感じになります。に、あそこ、あれ頑張って頑張ってやばい汗悪い、ね、入場券じゃあるのね、一応誰かしら一人はつけて、うん、っていうのは聞いてるんで、はい、そこは100人ではダメなのね、文句ない、ね、100人でも来る、大丈夫ぞ、ダメかな、ちょっと待って待って、宅飲みじゃないんだよ、ロレツを頑張って、はい、何人まで大丈夫なの、何人まで、いや、そこまではね聞いてないんですけど、それは当日のどのぐらい来るか、来られるか、お客様が来てくれるかの入場度合いに合わせて、お待ちしております。こちらスタッフで考えて制限はさせていただく可能性はあります。ゼロではないんで、そこだけはよろしくお願いします。良いかな、そのぐらいで、いいですか、まだね。まあしばらく、まあ話すことなくなってきちゃったんで。いや話すことなくなってきちゃった。じゃあ行きよ。早けん一人で話せも。皆様ご一緒に。あーどすこい。さあ妊娠したからさっさほいさっさ。もっと前出ないよ。一番前に行きな。もっと前出ないよ。なんでインキャン。うわ。黙れよ。もう酔っ払ってんだろ。行け。だって役用だからさ。ごめん。早けん。早けんちゃん。早けんちゃん、こっち見て。はやけんちゃん、多分俺のがドイツだから。行け行け、じゃみんなで行こう。誰で挨拶してる、しょうがないな。あれしたよ、僕やおじさんはドワッときついんだけどな。マスクしてるから平気。ツール最後みんなで愛嬌振りまいて笑おう。じゃあいい感じで、これいいじゃん。何、はやけちゃん一緒にツーショットしよう。どうぜ、ね、これいいじゃん。今日はね、ありがとうございました。ぜひ、ね、ナイモンチャンネルの登録とグッドボタン。噛んじゃった。ふくりじゃない、もう一回言って。グッドボタンって言って。はやけんグッドマザーポカグッドポイント。ドン。グッドボタンもよろしくお願いします。はい。はい、ひやひや。おじさん真ん中で勤めてあげるからさ。いいからもう、あ、写真撮ろう。せーの、さんさん。待って。スカさん大丈夫？何を言うの？スカさんいい。おど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 、まあじゃあじゃあね、ぜひ来週の金曜日、 S321 ね、8月の13日の金曜日のね、水道ナイトですね。早けん、しかして歌ぐただよ、最後叩くよ、みんな来てね、おだよ、ぜひね、僕らと一緒にね、楽しくね、一日ね、楽しい時間をね、送らせていただければと思うんで、でもツイドルナイト以外にもたくさん体験からお酒あげるから、協力してね、 DJ の方もすごいいろんな有名な方来るしね、その辺も含めて、以外のイベントもたくさんあるから、僕らだけじゃないんで、そう、てかさ、俺 DJ するよ。まあそうね、ナイモンチャンネルさんと合わせてね、僕らのことも応援してくれると嬉しい、嬉しいです。イエイ。じゃあ今日はね、すいません、こんなところでね、行きましょうか。こんなんですけど、よかったらね、高評価いただけると嬉しいです。はい、本当に本当に多分ね、いいいいね、夜ね、金曜日ね、なれればいいと思うんで、ぜひみんなでね、成功させていただければ嬉しいんで、よろしくお願いします。さあ最後ね、行きましょうか。じゃあすいません、今日はね、付き合っていただいてありがとうございました。じゃあ金曜日ね、よろしくお願いします。チャンネル、バイバーイ、ありがとうございました。ごめんね。